大塚古墳は、兵庫県神戸市西区大塚台にある古墳。形状は、前方公園墳。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、田松両母参考地として、両母参考地に事情されている。兵庫県南部、赤石川右岸の院南の大地の東園部に、築造された古墳である。現在は、区内庁の事情簿として、道庁の管理下にあり、2000年度には、 内庁所領部により、紛糾すそ部で発掘調査が実施されている。紛系は前方後円形で、前方部を南方向に向ける。紛糾の断築は現在では認められないが、元は三断築成と推定される。推定紛糾長は約74メートルを測り、明石地域では五色塚古墳に次ぐ規模になる。紛糾表面では、吹石や円筒派には。 継承埴庭が検出されている。墳丘周囲には、墳丘と掃除系の集合が巡らされているが、元来の堀の形状はつまびらかでない。主体部の埋葬施設は明らかでない。また、周辺には埋葬として三機が存在したと伝えられ、うち2期が現存し、大塚古墳同様に宮内庁の管理下にある。この大塚古墳は、古墳時代中期の5世紀初頭頃の築造と、 推定される。赤石川流域では白水久五塚古墳に続く主張母に位置づけられ、旧赤石国域で見ると五色塚古墳に続く主張母に位置づけられる。五色塚古墳に続く古墳でありながら、赤石海峡から離れると,とともに規模を縮小する点、及び五色塚古墳の大規模な埴輪生産体制が継承されていない点が注意される。なお、大塚古墳の周辺では、 古墳時代前期低、中期の集落遺跡の吉田南遺跡があり、大塚古墳の被葬者の館の存在可能性が指摘される。大塚古墳の航空写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。古墳の規模は次の通り。値は、区内庁の測量図に基づく。2000年度の調査において、 紛糾すそぶの全集が削り取られていることが判明しており、括弧内はそれを神詞復元した場合の値になる。本古墳の被葬者は明らかでない。宮内庁では被葬者を特に定めない両母参考地に事情しているが、被葬候補者として、陽明天皇巫女の東間巫女の日のトネリ姫大君が想定されている。このトネリ姫大君は、アスカ時代の皇族で、日本初期。 水古天皇記によれば、水古天皇十一年に、夫の東茂美子が、進む白木将軍として出征する際に付き従ったが、同年七月に、その途上の針間の赤石で工事、赤石の日の木笠岡の上に葬られたという。本古墳が宮内庁により両母参考地に、事情されたのは、その墓に見されたことによる。ただし、前述のように、本古墳が実際には、 トネリ姫大君の遥か以前の築造になることは明らかで、トネリ姫大君は本古墳の被装者として不適当であり、また正確な檜の木笠岡の上の所在もまだつまびらかでない。大塚古墳の周囲では倍長3期の築造が伝えられ、内継ぎの2期が現存する。ありがとうございます。